なぜか牢屋の中に工具や斧などが置いてある今時 SF 映画でもこんな装置ないやろ満身創痍の響きが船でどうやって島に戻ったのでしょうかゾンビショップ店長がお届けする日刊ゾンビ今日は日本テレビと Hulu が共同制作するドラマ君と世界が終わる日にのシーズン1第7話の感想をお送りしますこの動画では毎回1話ずつ各話のポイントについて考察し 時には突っ込みながら、このドラマの感想と魅力を語っていきます。この第7話は、仲間のミンジュンがピンチとなり、どうなるか、目が離せない展開なので、その辺りの感想を語っていきます。また、このチャンネルでは、ゾンビ映画の紹介や解説、ゾンビカルチャー紹介など、ゾンビファンに楽しんでもらえる情報を発信しています。もし興味がありましたら、このチャンネルの他の動画もご覧ください。この第7話のポイントとしては、1 響きゴーレムとなった母親を始末できず置き去りに。2駐屯地でクルミに足を刺されるミンジュン響きの母親に噛まれる3響きミンジュンの姉ジアンの誘いでワクチンを求めて駐屯地へ4巨大な冷凍保存装置その中にワクチンはなかった5故障した冷凍保存装置狂ったように動揺する首都。6 満身創痍で治療薬を持ち帰る響、ミンジュンの運命は、となっています。前回のラストで、牢屋に鎖で繋がれた女性のゴーレムを中遁地へ潜入した響が発見し、そのゴーレムが16年前に病死した母親だったことがわかります。響は母親に繋がれた鎖を近くにあった斧で切断。母親を苦痛から解放しようと一度は斧を手にしますが、 やはり家族を始末することはできず、そのまま牢屋に置き去りにして、失意の中立ち去ります。響きにしてみれば、16年前に死んだはずの母親が、まさかゴーレムになって中屯地の牢屋にいるとは思いませんよね。ただ、牢屋の鍵が簡単に壊せるところや、なぜか牢屋の中に工具や斧などが置いてあるところ、響きが母親とはいえゴーレムを放置するところなど、突っ込みどころが多いのが残念です。 そして駐屯地で医薬品を奪って逃げる民順に突然クルミが襲いかかりナイフで民順の足を刺します。その傷が元で血の匂いに誘われてヒビキの母親のゴーレムが現れ民順の腕に噛みつきます。これは殺されたマナへのクルミの報復だったのですが放浪者グループがクルミへの復讐心を持つきっかけとなってしまいヒビキとクルミが お互いを知らないまま憎しみ合うという構図を生み出しています。ドラマ制作者は、この構図が作りたかったがために、マナの兄に意味不明な直ょっかいを出させ、響が母親のゴーレムを放置するといった、強引なシナリオ展開に意図があったことがわかりますね。こういった強引な展開が悪いわけではありませんが、意図が視聴者に見え見えなのが少し残念です。また、今回、 ワクチンを奪いに響きが駐屯地に再び戻り、そこでバカでかい冷凍保存装置が出てきますが。今時 SF 映画でもこんな装置ないやろと思わず突っ込みを入れてしまいます。装置が壊された時の首都の狼狽ぶりからも。中に何が入っているのか。視聴者も薄う々すうす分かってしまうところが面白かったですね。あと島から駐屯地へは船での移動が必要なはずですが。 満身創痍の響きが船でどうやって島に戻ったのでしょうかラストシーン夕日を眺めながら息を引き取る民巡放浪者グループの絆をつないでいたのが民巡だっただけにたまらない喪失感がありますよね響きとくるみの対立構造を生み出すための犠牲になったとしたら悲しすぎます今日はここまでです最後までご視聴いただきありがとうございましたこの動画が面白いと思った人は 高評価、チャンネル登録をぜひお願いします。